皆さん、中国戦勝利いたしました。いや本当にタフなゲームでしたが、日本の持ち味である、10分間粘り強いディフェンスから、オフェンスへと、いいゲームができたんじゃないかなと、はい、思います。私もすごいハラハラドキドキ見ていましたが、最後勝った後の選手たちや選手たちの表情が、物語っていたんじゃないかなと思います。予選ラウンドあと2戦ありますので、ぜひ皆さん応援の方よろしくお願いします。